皆さんどうもこんにちは、ゆりこタイガーです。やっほー、お久しぶり。今はね、多分もう気がついたと思うんですけど、空港にいます。ちゅら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 、イタリアもかいよのーたイタリアじゃなくて、今回初めて台湾に行きます。イエーイ。で、実は私この10年間ぐらいでずっと日本だったんですよね。で、日本とマレーシアしか行ったことがなくて、アジアの方に。で、まあちょっとコロナパンデミックとかもあったので、本当全く旅行ができなくて、つまんなくてもうそろそろ行きたいなって思った時に、ちょうど私の大好きなホロライブイングリッシュとコラボカフェが決定されましたみたいです。イエーイ。で、基本的は1ヶ月2ヶ月しかやってないみたいなのでそれのために行きます行ってまいります。はい、着きました。で、こんな感じで見るとなんか日本と海外のミックスはな感じはしてるなんですけど、めちゃめちゃ暑いですね。思ったよりちょっと暑くてやばかったです。それでは行ってまいります。とりあえずホテルに荷物を預かっていきます。着きました。まだ4時半なのでちょっと時間があるのでショッピングをしたいと思います。今日はあんまりホテルからホテルから離れないように。なんかやっぱり海外だなってな感じはする。いや、日本は特別っていうか、スクーター多くない？めっちゃ多い。なんでこんなにスクーターが多いの？あぶねー。いや、ちょ、これすごい見たことないな見たことない。よくわからないですが、急になんか日本っぽいの景色が見えちゃって、っていうかこれキキちゃんわー、キキちゃんかわいい。で、日本語で書いてるじゃん。え、日本語で書いてる、すごい。あんなまんま、え、さくらもあるんだね。あ、かわいい。あ、かわいい、すごい。あ、これわあ、すごい。愛されてますね。っていうか、私の実家はすごくキキちゃんに似てるから、動画見てね。2年前、ちょっと昔の動画になるんですけど、ぜひ、すごいお気に入り動画なので、パン屋さん、私のお父さんのパン屋さんも映ってますのでチェックしてみてください。で、多分すっごい真ん中にいますね、今のところは。ほうほう。一つに欠かずれたのは、こういうみたいの店がすごく多くて、なかなか日本が見ないんですね。こんな感じです。でもなんか美味しそう。あ、アジアってな感じはするんですね。嘘、バングリームのコラボカフェやってんの？ペペに？え、パスタとかリゾットにしようかな。全然台湾っぽくなくて、うわー、日本みたいんだね、これは。やべ、日本みたい。もう完全に日本やん。こういう明日コラボカフェも行くので、全然台湾見てない。なんか面白い形してるんですね。あれ、格闘機動隊、ちゃんと言えたかな。 Ghosts in the Shell、 すっごい似てる、すっごい。あ、ここに草薙元子のコスプレやりてー、やりたいな。一番最初で食べるのはここです。スパイシービーフソープ。え、英語で書いてたので本当の名前わからないんだけど、ホテルの近くで、結構辛そうやな、やばそう。結構辛そうだな、どうしよう。めっちゃ熱そう。あ、Thank you。めっちゃ辛そうけど美味しい。日本と全然違う。それでは初のタペヨーカ。
今はこんな感じでのケーキを食べてみたいなと思ってます。おはようございます。今日台湾2日目です。イエーイ。めっちゃ眠い。こんなに眠いのはすっごい久しぶりです。お茶でさっき飲んでみたんだけど、その一つはね、日本と違って甘すぎ。めっちゃ甘い。めっちゃ何のぐらい砂糖入ってるか分かんないけど、めっちゃ全然ブラックティーじゃねえ。もう砂糖なんで、もう砂糖なんですよ。さ、うわで、こちらのなんかチキンとかトーストとかもちょっと食べちゃったんだけど、もうマクドナルドみたいの朝からチキン食べるのみたいな感じだった。うわー、これ丸々マクドナルドに見えない？ちょっとね、食べてみたんだけど、アケフライがすごく強くて、あんまり食べれなかったんですね。あー、一回。ちょっと焦すぎかな。もうめっちゃ、めっちゃオイルですね。こんな感じ。ビップルームということなので、おお、すごい、すごいですね。うわー、かわいい。台北に来た量はね、これなんです。これなんです。ビップルームまで。ビップルームまで予約して、本当はねビップルームアーとかにもしたかったんだけど、ちょっと時間的にはね、遅すぎたので、あ、結局コンシールも大好きなので、まあ、みんな好きなんですよね。結構昔から見てます。で、頼んじゃったオタクの幸せ、早速飲んでみたいと思います。うん、よし、箱バエレズバエちゃんの、スパゲッティを頼みました。イエーイ。せーの、うん、 It's actually good。 すごい、うん、アジアンヌードルでアジアンパスタですよね。なんとなくソースはめちゃめちゃうまいなんだけど、そう、おもろい。ちょっと見たら女性が多くて、はい、今神社に行こうと思ったんだけど、間違っちゃって新面に出ちゃったんです。で、私全然知らなかったんだけど、結構なんか日本と韓国っぽいなと思って、でどこでもそういうアニメとか漫画のポスターもあるんですね。で、結構やっぱりかわいいプリクルもある、プリクルもあるんだ、すげえな。見てください。わざとじゃないよ、今回わざとじゃない、マジでわざとじゃないんです。なんかかわいい猫パラあるんだ。一番楽しいあとはオタクっぽいばっかり。やばい、なにこれ、すごい、分かっちゃった。はい、めちゃめちゃおすすめされたのアイチュンロールライスのヌードルを頼みました。で、一人なのでちょっと取りながら食べないなんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、ちょっと今まで食べたことない味が感じはしました。どこでもいつでもアニメートに行く人間でございます。天気が良くなったので、ちょっと自転車で散歩みたいな感じやってます。すごい、全然景色は違いますね。
buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? 着きました。やっと台湾っぽくが来たんだな。やっと台湾っぽく見えたぞ。いやでも日本と同じだったからさ。うわー綺麗、色もものすごく強くて、うわーすごい、気が付いた。アニメが好きな方ほんと多いですね、ここヨーロッパよりもものすごく多い気がする。ヨーロッパは最近コロナでやっぱりネットフリックスとかのおかげでみんなオタクになってきた、オタクになってきてるのは普通日常になってるなんだけど、本当に信じて5年4年前までは本当なんかすっごい珍しいことで、もう時代が変わってるんですね。でもここの台湾の方とかに聞いてみたら、いや結構前からみんな日本が好きだよって、日本のアニメ見てますよってみたいなコメントが多くいただいたので、あそうなんですねって、まあね、ただ分かりやすいんですよね。本物のすっごく綺麗です。うわちょっと読める、ジー白湯絶対漢字が間違ってる私。いやいいっすね、一人で今回一人で来ちゃったんだけど、次は必ずコスプレイベント FF というのをイベントがすごく気に入ってて、こちらの方に行きたいですね。着きました、でかい。っていうか景色めっちゃ綺麗。よっしゃみんなからおすすめされたナイトマーケットに着きました。いや、うまそう。サホヘナイトマーケット、あと、それがなんか、レッドバニーなんちゃら、レッドバンなんちゃら、おすすめされた。すごい。おんすじ。あ、これよく見た、この景色。わあ超うまそう。やっぱりここの果物もすっごいうまそうですね。すごい。これ超有名でめちゃめちゃ美味しいって何回もおすすめされました。あ、こんな感じで作ってますね。わすごい。どこで食べれたらいいのかわかんない。みんな道で歩いて食べてるね。いただきます。なんかカレーパンに似てる。絶対違うけどカレーパンに似てる。うまい。カレーパン。うん。美味しいね。うまい。うまい。パパイヤジュースめっちゃうまい。っていうかでかい、めっちゃでかい。おはようございます。昨日はナイトの後に初めてスパに行ってみました。めちゃめちゃ良かったです。っていうか店員さんはね、日本で留学してたんだって。
だからまあもちろんちょっと撮影がねちょっと遠慮ってな感じだったので見せなかったんだけど、マジでよかった。うわすごい、もう元気になりました。で、あと2時間あと何時間ぐらい4時間ぐらい、飛行機に乗らなくちゃいけないなんだけど、それの前にやっと最後の日にバオを食べに来ました。すごく有名な場所のところ、リーワンというです。全部中国語で全然わかんないんだけど、結構並んできてますね。こんな感じです。うわすごく安くて食べて美味しいというのところなんですね。届きました。もううまそう。超うまそうこれ。あーやばいですよ。你是怎么不喜欢游戏？我自己我是讨厌在那后面，然后还给你加上他那边五十五，就你就喜欢老板那个年纪的那老板不好意思，对啊 ，with the cap table I can figure out， 就是那个太熱。熱熱 ，I'm not， 我めっちゃ熱い。没有没有，没有没有，没有没有，老板的めっちゃ熱い。東の彼方の不思議の国に来た。